今回はこれから WSOP のメインイベントの前哨戦1000ドル出しのミニメインに出場します。このトーナメントはメインイベントとスタック量とブラインドの上がり方が一緒で、時間だけは違います。本番は2時間ごとに上がるんですが、30分ごとに上がっていきます。名前にはミニとついているんですが、去年の参加人数は約6000人で、インマネが上位 15%、 優勝賞金は数千万円になります。余裕を持って会場に1時間半前に到着したんですけど、レイトレジストで行列できてたんですよ。ミニメインに1時間半前についてエントリーを済ませたんですが、レイトレジストになってしまって、今は行列ができて大変なことになってます。1時からレイトレジストを開始すると言われ、これ皆さんミニメインですね。トイレのずっと奥までついてますね。これ最後尾どこだろう、とんでもないことになってる。これミニメインのレイトレジスト並んでまして、ずっとまっすぐ行って廊下の突き当たりで U ターンしてね、これずっと並んでる状態です。レイトレジストすごく長くて、レベル11から参加することできそうです。1000、2500のアンティ2500からですね。メインイベントは1日5レベルなので、これ本番だったらデイ3からのスタートラインです。着席しました。 24BB スタートですね。では今から頑張っていきます。ブレイク入って持ち点が5万1000点です。ちょっと悩んだシチュエーションがあって、10人テーブルのアンダーザガンでエースジャックスーとか入って、アンダーザガンプラス1がホールして、その次のポジションのミドルポジションの人が3ベットをしてきたんですよ。1,2500のアンティ2,500で、5,000オープンに対して15,000の3ベット、10人テーブルのアンダーザガンに向けての3ベットレンジって相当強いと思うんですよ。相手もミドルポジションで2人とも場所がないですね。特にハンドレンジが強くなると、これエースジャックスーとはフォールドをしました。その後にビッグブラインドになって 17BB ボタンまでフォールドで回って、スモールブラインドがレイズしてきました。6000のレイズ、それに対して 17BB でエース7オフでプッシュして、相手が 5-5 で早速オールイン勝負となり、ボードにエースが出て勝つことができました。10万点超えてたんですけど、アンダーザガンのオールインに対してコールが入って、自分がエースキングで3ウェイのオールインとなり、エースもキングも落ちず急に取られてしまいました。それで5万1000点でブレイクです。今ですね、こっちミニメインやってるんですけど、 FT の方ではレディースの配信やってるんですよ。日本人の方残ってるんで、ちょっと覗きに行ってきます。ブレイクすごい人数多くて30分も取られてるんで、 FT ある会場にやってきました。あ、すごい、みんな応援する。もうね、残り数人なんですよ。レディーストーナメントの今日で決まります。
ってしんじゃねえ、まだ怖いのがまだ。And like, if the table is really chatty, I say like, good luck, but I'm rooting for myself. Oh, you'll get a recording. Come on. Good luck. See the last one. ミニメインでたった今取りました。ことを報告いたします。スチール通ってちょっと増えていい感じだったんですが、イーズジャックスルートで、ジャックス折りにやって敗退となりました。おはようございます。ミニメインであっさり飛んで翌日になりました。今日からついにメインイベントが始まります。メインイベント ABCD の4日間に分かれてるんですよ。デートレジス自体はデイ2からいきます。今年は明日のデイ 1B に出場します。今からベラージョでキャッシュゲーム打ってきて、お金持ってないんでデポジットしてお金下ろしてキャッシュ打った後に1万ドルのエントリーしていきます。しかも円安が進行していまして、今144円なんですよ。ワンエントリー144万円のトーナメントです。今ウーバー呼んでタクシー待ってるところです。ベラージュを到着しました。 WSOP のメインイベント直前ということで混雑がすごいんですよ。午後になるとウェイティングが100人近くになってしまうので早めに来ました。今は朝の8時半です。この時間だったら座れないってことは、ね、ないと思います。ポーカールーム到着、まだテーブル空いてます。さすがに午前中なので。ベラージュで1万ドル下ろしてきまして、会場のパリスの前にやってきました。参加費1万ドルのメインイベント Day1B に出場します。円安が進んで144万円、狂気の沙汰ですね。これ冷静に考えるととんでもない金額ですよね。1回の参加が144万円のメインイベント。私これまで WSOP で10回出場してインマネが3回、インマネ率 30% となっております。通算でも 30% ぐらいです。ではですね、早速行ってきます。この時間だとキャッシャーガラガラですね。すぐ順番来ました。これが100ドル札100枚の束になります。$10,000 please sir. Be right backSo your name and your address. 参加費1万ドルのメインイベントをエントリーしてきました。これまでのトーナメントは違って紙にサインしてきました。住所と名前、あと電話番号と郵便番号の確認がありました。やっぱり参加費が高額なのでチェックも多いです。明日はホース州のレッド501でプレーしていきます。会場見学に行きました。この手前のテーブルでプレーします。2番シートです。メインイベントのデイ1フライト A は900名ほどのエントリーとなっております。